どうもよろしくお願いします。岸本です。本日は上条道春がいないということで一人で紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様にちょっと質問です。オランダ暮らしにとって一番大切なものは何でしょうか。さあ皆様がよーく知っているオランダ暮らしですね。あ、オランダ暮らしはちょっとね、あの辛みがあってね、美味しいですね。あ、すいません、申し訳ないです。あれ、すいません、オランダ暮らし別名でオランダ暮らしって言うんですけど、あの本来クレソンと言われているものですね。すいません、クレソンのことでした。すいません、申し訳ないです。はい、ということでクレソンにとって大切なもの、水ですね。ちょっと水の紹介をしていきたいと思います。こちら生けすですね、栄川というところから水が流れてきてるんですけども、あのちょっとどんな感じで流れてきてるのか、で栄川という場所は一体どういったところなのかをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、こちら川の水がどん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 生けすに行ってっております。はい、すごいシステムですね。はい、映画、親川と書いて映画ですね、に今近づいております。はい、こちら映画ですね。とても綺麗です。とても綺麗ですね。うお、すっごい、ここまで来たのは初めてですね。おー、なんか こんな感じなんだ。いつも車で通ってるからなんかよくちゃんと見てなかったんですけどもね、こっち来たらなんか本当にすごいですね。パワースポットのような感じがします。なんか書かれてる、泣き神村歴史文化遺産、あら文化遺産なんだ。おー、こういった感じのですね、散策道と映画、この道筋はすく道から映画へ、さらに反対道を登ると泣き神村グスクへとつながる人のウップ側にもなっている。そこからナートガーへ、ナートガーへ流れ込み、ガンガイ用水も引いている。ほう、さあやってまいりました。はい、見て、椅子がある、座ってみようね。椅子があるからちょっと座ってみました。いやー涼しい。いやー、なんかとても心が綺麗になってきますね。とてもいい場所です。はい、こちら天地と書かれたこちらの場所で皆様お祈りをするんだそうです。では早速お祈りしたいと思います。今年も一年いい水をよろしくお願いします。はい、それではしっかりですね、水が来るようにお祈りもいたしました。でまたこちらですね、観光スポットにもなっておりますので、ぜひとも、県外からお越しの方ですね、また県内の方でも構わないです。こちらの泣き神村今泊まりにあります映画、よろしくお願いいたします。それでは、次週はまたミッチーと一緒に何かをご紹介していきたいと思います。よろしくねー。バイバーイ、よろしくねー。